この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今節もお相手いただきますのはスポーツウォッチの長谷明乃記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。意外と言葉は普通だった。さあね、もうご覧いただいて分かるようにもうハロウィンも迫ってきたという、わざとらしすぎる。ハロウィンなんですか？知りませんでした。かぼちゃかぼちゃそれ。ね、結構言ってます。毎年こんな感じでね、この時期お届けしているんですけども、毎年してますよね。私もうすぐ49になるんですよ。もう49、私もそれぐらいの年ですから、合わせると2人で95歳。結構画面で大丈夫ですか？、ね、男2人で何やってんねん。本当ですよね。皆さんどうすいません。毎年これですよ、これがね。はい、まあね、今節も数日はこのハロウィンの仮装でね、はい、展望番組もお届けしていきたいと思っているんですけども、ね、さあ話をシリーズに戻しましょう。戻す、うん、戻しましょう。今シリーズはタイトル、スポーツフォーチハイ来ましたね。スポーツフォーチハイですね。それも7日間、毎年恒例、毎回恒例。ありがとうございます。もうたっぷりいきますよ。やはりね、長谷さんも謝杯ということで気合パンパンじゃないですか。気合パンパンですよ、うん、で周りの新聞社の人に言っときました。はい、今節はスポーツ報知杯なんで、はい、僕より当てないように。何のプレッシャー。ただね、昨日の夜とか寝れました？もう目が充実してますよ、寝れなくても。昨日はもう本当だ、冴え渡りすぎてますね。充血してますけれども、うん、さあということでね、まあ、今シリーズは7日間の男女混合戦でございます。はい、7日間ですので、予選に関しましては4日目の第10レースまで、うん、そして5日目に準優勝戦、6日目に準優勝戦、そして最終日7日目が優勝戦となっております。いやー、瀬さんも7日間長いですからね。頑張りますよ。やっぱり謝敗なんでね。、うん、予想も当てて、はい、紙面も充実させて、はい、もう最後はもう力尽きて終わりたいと思います。さあ力尽きていただきましょう。さあそんなシリーズ、どんなメンバーが揃ったんでしょうか。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ出場選手一覧をご覧いただいております。 A1 9人を含む45選手、男女混合戦でございます。パッと見ると地元の大昇格はやっぱり赤坂選手。皆さん思ってるやつが、赤坂選手また来ました ね。 ね。今年9回目ですよ。9回目。いやー、もうフレッシュルーキー並みに来てますよね。ただね、前回の大村、うん、優勝しましたから、あの時ね、うん、優勝した後ちょっと連絡取ったんですけどね、はいはい、次放置愛だよって言ったら、うん、放置愛だし頑張りますよって一応言ってくれましたね。形上はね。なるほど。でもね、うん、冗談されたように、まあ、前回優勝してますし、はい、今大村はね5連続で優出中、はい、一般性に限定すると7連続優してるんですね。ほう。そして今年はね、今まで4回優勝、はい、もちろん来年大村のクラシック考えれば5回6回としておきたい大事なシリーズですよね、うん、なるほど。だからここは説はやっぱり主役として期待したい、うん、はい、あとね、うん、小島選手も今年4回優勝してるんですよね、はいはいはい、だから彼にとっても5回がかかると。で、赤坂選手はよくね、大村来ますねって話じゃないですか、はいはい、大村久しぶりの飯山選手、はい、福岡におった頃僕よく会ってたんですよ、はい、でも大村久しぶりだな、パッて見たら、あ、14年3月以来だから約7年半ぶりって。かなりご無沙汰、久しぶりって言いました。なんかもうね、4選手なんかね、まくりの多い選手だしね、はい、楽しみです ね。 ね、あとやっぱり女子はやっぱり運の選手、うん、強いですよね。強いです。ビーナスシリーズもね、優勝戦乗ってましたよね、うん、はい、あとまあね、女子で結構 A1 かかる選手とかね、うん、はい、勢いのある女子が多いですよね。うん、だからこの男女混合戦は面白そうですね、はい。まあ、そのね、 A1 かかる女子選手とお話ありましたが、まあ、10月といえばね、期末でございます。そう、他の選手も含めて結構ね、今節は、はい、まあ、予選とかね、まあ、31日までは期の対象ですからね、はい、5日間、うん、A1 勝負が結構いるんですよ。ちらほらちらほら主力選手にもいますからね、はい、だからちょっとこれ今節はね、予選争いプラスの勝率の計算も、うん、私もちょっと忙しくなりそうですね。なるほど。いや、各選手もね、いろんな思惑あるでしょうから、はい、いろいろ考えての大変な一節かと思います。はい、さあということで、まずは出場選手一覧をご覧いただきました。さあ続いてのコーナーはピックアップレーサーのコーナーです。長谷さんにはシリーズを通して注目したいレーサーを2人挙げていただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。ほほほ、佐藤龍太郎選手と川上
たけし選手でございますね。今節はね、はい、いいモーターがいっぱい出てますね。はいはいはい。実は私ね、放置杯なんで、うん、モーターどんなのが出るかなってちょっと不安もあったんですよ。はい、で、出場モーター見た瞬間に、うん、似合った私、いいモーターいっぱい出てるなー、モーターマニアなんでね。はい、これが低調期だったら本当悲しかった。両機シリーズですよ。その中でも今、はい、注目の2人、うん、2機。まず57号機。57号機。前節後藤翔選手ね、はい、この57号機に初めて A1 が乗ったんですよね。はい、4勝、2着5回。うん、わお、優勝戦には乗れませんでしたよね、うん、最終日はピンピンで締めましたね、うん、今節は佐藤選手、はい、全権一番時計マークして期待大ですね、うん、ただ昨日はね、はい、いやまだそれほどじゃないですよ、はいはい、こっから調整してどうなるかですよ、うん、その段階で一番時計ならもっともっと良くなる可能性があるのじゃないのかなと。でなおかつ彼 A1 勝負掛け、はい、それもね頑張らないといけない A1 勝負掛けなんですよ、うん、だからちょっと序盤からね攻めるレース見せてほしいなと思っております。いや、いろんな意味で注目できそうでございます、はい、さあそして2人目は川上武史選手でございます。あら、川上選手たちが都の G2 って優勝戦乗ってましたよね。もうつい先日乗ってました。で今回追加参戦なんですけど、ね、休みなしでね、はい、お疲れ様って言おうと思ったんですけど、うん、モーター調整何ですか、一番最後に引いたというか残ってたのが出てきたんですよね。そうなんですよ、29がポロンと出たのがこう29号機、はい、今大村はね57、29、うん、25っていうのは3強なんですよ、うん、残ります、普通29が持ってますよ。日頃の行いがいいからですよとか言ってましたね。確かそうだなとも一応思いました、うんうん、でこれね伸び方の量気なんですよ、はい、昨日もねやっぱねすごくグイグイグイじゃないけど伸びる雰囲気はありましたよ、はい、うん、でもね彼言ってましたよ、ハッサンもっと伸びるようにプロペラ調整やってみる、はい、最近ちょっとそういったね伸び方のプロペラもやってるんですよ、はいはい、もっともっと伸びればこの29、うん、伸びるモーターなんでね、はい、威力倍増川上武史燃えますよっていうシリーズになるかもしれませんね。ねえ、ちょっとね川上武史選手ねちょっと疲れを吹き飛ばすようなね、だって追加できていいモーターいたら疲れなんか多分ないですよ。やる気やる気やる気ですよ多分ね。ちょっと毎日注目でございます、はい、ところで長谷さん、はい、ちょっとモーターの話ついでなんですけども、はい、今シリーズから温水パイプがつきますよね。そうですよね、今日の凍結防止の温水パイプ、はい、大体一般的にね、うん、温水パイプがつくと回転の上がりが鈍くなると悪くなるんですよね、はいはい、それをちょっと回転を抑えましょうということでね、うん、抑えられるんですよね、はい、ただねこのパイプがついてすぐ変化が あるのもあれば、はい、じわじわじわとしか変化が出ないとこあるんですよ。うん、でも前節橋田選手が言ってましたね、はい、前節は気温が下がっててパイプついてない、はい、多分今節からパイプがつくんで、はい、回転の上がりは鈍くなるとは思いますよ。だからあの燃料系のねニードル調整もちょっと定まらってこないし、はい、プロペラもねちょっとモデルチェンジをしないといけない時期かもしれませんね。うん、今までで言うとパイプがついて良くなったのももちろんあるし、はい、いいままもあるし、はい、逆にパイプがつくことで、ね、悪くなったものもあったりするんですよ。その辺のちょっと変化をちょっと見たいなという気はします。そうですね、ただね一つ言えるのは、はい、回転の上がりが鈍くなると一番影響するのはスタートの足、はい、全速でスタートを突っ込めるかどうかというのが変わってくると思います。 あの辺の足がいいままだと全速で思いっきり生きるけど、はい、不安があるとスタートを置きに行くスタートになるんでね、うん、そのあたりでちょっとね序盤はねスタートの足の良し悪しが出てくるような気はしますね。なるほど。あとパイプがついてる時って、はい、直線伸びの差がねあんまりなくなるんですよ、うん、はいはいはい、今の傾向で言うと、うん、だから出足行き足勝負になる可能性はありますよね。なるほど。でもその中でみんなが伸びない中で一つだけポンってね伸びるモーターがあれば、うん、はい、それはコース関係なく狙いたいですよね。はあ。だからどのような変化が出るかちょっと今節はずっと注目したいですね。そうですね、まあ、展示情報も大事ですけども実際ね
スタート展示や周回展示なども見れる方は、ね、しっかり見ていただいた方がね。だからスタート展示特にね、うん、あの1マークまでの動き、まあ、スリットまでの動き、はい、あのあたりよく見た方がいいような気がしますね。なるほど、すごくためになる情報でございます。偉そうに。いやいや、こんな格好しません。いや、ぜひね、皆様もね、ご参考にしていただければと思います。さあ、注目レーサーとして挙げていただきました佐藤龍太郎選手、初日の本日は第4レースと第11レース、そして川上武史選手は第5レースと第11レースに登場予定ですので、ぜひ初日からご注目いただきたいと思います。さあ、続いてはですね、展開予想のコーナーです。もちろん発祥地選抜メインレース予想していただいたんですけど、長谷、はい、さんもね、その魔法のステッキでちょちょいのちょいって当てたいとこですね。ちょちょいのちょいですよ。あれ本当ですよね。いいの出ますね。ね、そのステッキに効果があるのかどうかは知りませんけれども、多分当たるぞ。さあ、続いてフリップご覧いただきましょう。さあ、まあ当然といったらあれなのかもしれませんが、もう赤坂選手、今季ただ一人の勝率7点台ですから、うん、それ考えればもう1号艇は当然でしょう、うん、でもこれメンバーやっぱりいいメンバー揃ってますね。いいメンバーだ。いや、本当にやっぱり今節のね、主役クラスばっかりが登場しますよね、はい、まず新入、はい、吉永選手がどうするのかな、まあ、何節か前に、まあ、6号艇でもね、3コース、4コース入ったりすることもあるんですよ、はい、だからちょっとここメンバーに近畿の選手が多かったりするので、まあなんだかんだら結局は枠なりになるのかなと思ったんで、枠なりただ吉永選手がもしかしたら動く可能性も少しある、うん、スタート展示みたいですよね。今節でいうと、ここのメンバーはね、はい、実は A1 勝負勝ちがちらほらいるんですよね、これ、はいはい、飯山選手、うん、岡田選手、はい、吉永選手、うん、この3人は A1 勝負勝ち、少しでも上の着順欲しいとこですよね、難しいでしょうね、はい、昨日のね、取材をした限りでは、はい、直線ではそんなに差がないような印象でした、はい、というのが、ぐいぐいのぐいぐい伸びますよとかね、うん、ずるずる下がりますよという人はいませんでしたね、はい、ただ吉川選手は少し出足を含めた乗り心地関係とか、はい、あの辺が気になることを言ってました。あとの5人はちょっとまだ悪くないし、まあ、レースしてみようかなってところですね、はい、またすんで、まあ、そんなに船足で良し足がなければ、はい、赤坂選手はコースより先前、はい、スタートはしっかりいくと思います、うん、昨日はね、まだちょっと回転が上がりすぎたと、はい、でもプロペラ調整していけば大丈夫と思いますと言ってましたね、うん、まあ、40% はあるけど、景気は普通くらいのモーター、ほほほ、本に言ってました、僕はいいモーター引くよりはね、うん、悪いモーター引いた方が、ね、出やすいですよ出しやすいですよって言ってました。だから頑張ってもらいましょう、はい、さあ、10争い2号艇吉川選手、出足乗り心地に不安があるのはちょっと2コース向きじゃないのかな、もっと怪しいことを考えると、温水パイプがついて回転の上がりが鈍くなると2コースはあんまりね、うん、魅力的じゃないんですよね、はい、実際やっぱ3コースとか4コースとか握って回るとこいいですよね、はい、飯山選手ね、基本的にまくりの多い選手なんです、うん、ただ大村が7年半ぶりで、はい、スタートがちょっと分かりませんでした、昨日の段階ではね、はい、だからスタートから掴んでいかないといけませんね、うん、で、だからスタートさえいければいいんですけど、でも昨日はね、はい、小島選手が意外とね、ほう、ここ 25% のモーターですけど、はい、いいモーターの選手と足合わせも変わらなかったんです。ほうほうほう、あ、じゃあ彼がちょっと角から握っていく展開もあるのかな、うん、もし3が握れば4が差しにもなるし、はい、自分から行くことも可能ですから、はい、だから小島選手を対抗してみよう、うん、でももちろん飯山選手も気になる、はい、4が行けばいいのは岡田選手、はい、こちらは45号機、うん、コース上機です、うん、3か4が握ってくれれば、はい、5人も十分出番があるのだろうなと。うん、吉永選手はね、悪くないといえば6コースままだと展開待ちですからね。スポーツウォッチアイの初日のメインレース、はい、やはり赤坂選手本命、うん、印の回ってる3人で2、3着争いで決まってほしいという願望も含めて、うん、このフォーカスを出しました。6点いただいております。さあ、もうこれだけね、赤坂選手信頼度高そうなら狙い目はなしでいきましょう、うん、赤坂俊介選手、はい、信頼しますよ勝ってくれないといたずらしちゃうぞ。ちょっと今のところね、ちょっとフリップがまだ残ってるかどうかちょっと分かりませんけども、フリップはなんとかですねさあ、ということでスポーツウォッチアイ八王子選抜今日のメインでございます。赤坂選手が逃げてスタートダッシュを成功させるということで計6点のフォーカスいただきました。私もね、
なんとか締めようとしてますけれども、すいません、リップがあることをすっかり忘れてました。はい、ぜひ皆様もご参考にお楽しみいただければと思います。さあ長谷さん、今顔に戻ってるんで、すごく今僕顔赤くないですか？恥ずかしいですね。ちょっと赤いです。赤いから赤坂だよ。さあということで、今シリーズは7日間開催でございます。ぜひ初日の本日も最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあということで、初日の本日展望番組お付き合いいただきましたのは、スポーツ報知のドラキュラに扮していただきました長谷明則記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。